今回はですね、上手くなりやすい人とやっぱ上手くなりにくいよっていう人のその共通点がございます。今回はそちらについて、まあ、徹底的にちょっとお話をしていきたいなと思いますので、ぜひ当てはまる方はそれを直して、もしも当てはまってない方はそれを自信を持って、そう、それで自信を持ってどんどん取り組んでいただければ上手くなりますので、はい、今回はこれをテーマにね、やっていきたいと思います。皆さんこんにちは、山田です。はい、ということですね、知っていると知っていないは大違いということで、上手くなる人と上手くならない人の共通点というのがございます。まあ、これいろんなところに共通点確かにあるんですが、ここだけは絶対という場所なんです。プロとか上級者は絶対やらない、何やっても上手くならない、どんだけ練習しても上手く打てないっていう人はそれをやっちゃってるっていう動きが一つだけあるんです。おー、でこれは別にアウトサイドに振っているとかそういうことじゃないんですよね。はい、うん、じゃなくてアウトサイドになってしまう原因だとか、まあ、クラブをうまくコントロールできない一番の原因になってきます。うん、はい、なんかもったいぶっててもしょうがないんでね、ちょっと喋りたいなと思うんですけど、はい、はい、じゃあ何かって言います。バックスイングでこれがどうしてもこっちに来ない、回らないということです。左に来ない、はい、まあ、つまり下半身が横回転をできていない。あ、これなんです。まあゴルセを最初から見てる方はこれ最初から僕言ってるんで、もう出した時からちょっと腰はこう横回転するぐらい、うん、もうなんならおへそちょっと下向くぐらいのイメージで最初言ってるんで、まあこれもね実際は違うんですよ。おへそ下向くぐらいとは言ってますけど、最終的にはおへそ上向いてくるんで、縦にもあればねただやっぱり僕の経験上こうやって回す方が非常に多いんです。誰を見てもこういう風に上だけを縦に回しすぎて、どうしても腰が上に向かってしまって、ここがスウェーして出てしまう、はいはい、こういう方が非常に多いから、まあ、その時もちょっとこうおへそ下向けるぐらいのイメージでいくと腰もありますよっていうお話をしてるんですけど、まあ、最終的にはまあ以前の動画ね見てもらえれば分かるんですけど、腰は横、上半身は縦、上空の動画でもそれを細かく解説してくれるドリルがあるんですけれども、はい、これをやっていくべきなんです。そしてこれは絶対上手い人の共通点です。この腰がしっかり横に回って軸を保つ、なぜこれができないとダメなのかってことなんですが、これができてないと懐っていうこのスペースですね、ここがなくなるんですよ。このスペース何のためにあるかっていうと、腕を下ろしてきたり体をこうやって下半身をリードさせていく、まあ、下半身を左へ回す、下半身を左へ引っ張っていく、この時に絶対に必要な場所なんです。はい、例えばこれがこういう状態になっているとスペースないですね、もう見るからに、はいはいはい、もちろん腕下りないです、はい、これと同時に体回そうと思ったら、うん、もうこうやっていくしかない、うん、こういう状態からこういう状態、うん、そらアウトサイドに入りますよねと、だからやっぱりこうトーダウンするとか、まあ、いろんなミスが出てこううまく打てないっていう風になってくるわけですよ。これを無理やりインサイドにしようと思ったら、それこそここで体がこうやって暴れないと打てないですから。あ、はい、なのでまずこういった動きはなくすためにも、絶対的にここはしっかりと後ろに引いてくださいねっていうお話をします。僕はレッスンでは必ずやります。これをやっていくと大体の人、今度まあ前回の動画でも言ったように横回転になってくるから、そこで改めてもう一回肩の縦回転と組み合わせていくって感じなんですよ、はい、ただまあ最初にやるべきは、あの動画では肩の縦回転の話しますけど、先に腰の引きです。一般の人は、はい、一般の人はまずこれやらないと。これオンラインレッスンでもやっぱすごい顕著に見られたんですよ。オンラインレッスンで本当にほとんどの人にこれは言ってます。こっち引く動きができてないのでというお話、もっと引いてもいいですねっていう話はしてるんですけれど、まあ今回はですね、その中でもちょっと引きやすいポイントがあります。なんで今日はそれをちょっとね覚えてほしいんですけど、皆さんにもう本当に簡単に引く感覚が分かります。その感覚を落とし込む方法、これ裏技みたいなもんですから、やっていきましょう。はい、うまく回る、このうまく回すために必要なことをお話ししていくんですが、もうたった一つですやることは、うん、まずどうしてもなんか腰回んない、体回んない、どうしても出る、股関節詰まった感じする、右のお尻が張った感じがする、こんな悩みを持っている方は、うん、一度トップを作った時につま先を上げてみてください。ほう、はい、例えばこれね、トップ作ってて、例えばもうこうやってなってる人って上げれないんですよ。上げれないです。そう、上げれないんです。
苦しいですね、はい、苦しいです、はい、相当苦しいです。へえ。つまりつま先上げれなかった時点で重心は後ろにかかってない、まあ、要は回転していない。これなんで起こるのかというと、どうしても、ね、前のつま先、これジョー君の重心度の話に出てるんですけれど、回転すると重心で後ろに向かうんですよこうやって重心で後ろに向かっていくんで、バックスイングは右のかかとにこうフッと入っていくわけですね。これも絶対なんです、はい、これを受け止めちゃう、つま先でいかない。うん、そうするとロックがかかります、股関節、はい、なので指導的に腰は後ろに出ていきます、はい、引くのではなくて後ろに出ていくんで詰まります。体回すとどん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 こう肩が傾いてくるっていう状態になるんです。ただ右のつま先をくっつけたような、要はちょっとこうボールに近づくようなバックスイングをしてしまうと、その時点でできないです、はい、じゃあそれをどうするかというと、逆手に取るんですね。あえてバックスイングで用意ドンと同時にかかとつま先上げちゃいます。ほう、はい、この時はかかとの内側に最後重心がかかるようなイメージで思いっきりも上げちゃっていいです。そうです、用意ドンともうめくり上げちゃう。そうすると嫌でもこうなります。でこれ例えば女性に多いんですけれど、僕のレッスン生でも女性の方に多いんですけど、はい、うまく上げれないと用意ドン、用意ドンポンって戻っちゃうってのは、やっぱまだこっちに行きたがってる、こうやって行って戻っちゃうっていう、じゃなくて用意ドン打たなくていいですから、これ立てるように、あ、ここでバランスを保てるように、そうそう、用意ドンで立てるよ。その感覚で足つま先はつけたまま用意ドンって動くんですよ。そう、靴の中でそういった重心動してるんだよぐらいの感覚で足を動かしてもらうと、腰はうまくスムーズに絶対引けます。引くしかないからね、これやってたら。はいはいはい、はい、うん、でこの時なんか筋力がないからできないんじゃないのって思う方もいるんですけれど、実際今カメラの人がやってもらって分かると思うけど、確かに変な方向に重心が移動してかかとつま先上げようと思ったら無理ですよね、筋力いりますよね。いりますね、はい、でも今みたいにちゃんと引いてバランス取れてれば筋力いらないですよね。何にも、はい、いらないですね、はいはい、っていうように、これ年配の方でも女性の方でもそうですけれども、別に筋力なしでできる練習です。それで感覚をつかむ練習ですから、まあ、ご自宅とかで別にシャドースイングとかでもいいから、こうやってやってこういうふうに、最初も左に乗りすぎじゃないっていう、気をつけなあかんのはこうなったら意味ないけどね、ちゃんと引いてね、引いて、ここを引くための練習ですから、股関節を引いていくための、はいはい、それをまあこう大げさに知るための練習なので、はい、そこだけは意識してやるようにしてください。それじゃあ以上になります、はい、何か質問はありますでしょうか。変に間違ったやり方をやっちゃわないか、あ、単純すぎてね、そうですね、シンプルだからこそ間違えやすい場所でもあるのかなとみたいな。じゃあ気をつけるポイントちょっとまとめましょう、はい、まず一つ、うん、まあ、これ肩の縦回転でもお話ししました、はい、やりすぎると必ず体横に回ってしまいます。お、はい、極力背骨軸はに対して上半身というのは縦に動くように意識しながら回してみてください。あ、なるほどなるほど、これでバランスの取れる引ける場所です。もちろんこれで後ろにこうやって回っちゃうとバランス取るのもこう後ろ側に倒れてしまいますので、バランスが取れる範囲での前傾姿勢、それを腰の範囲引きでカバーしているって感じなので、要は前に倒れている軸をこれでカバーしているっていう感じです。なるほど。でこれ見てもらったら分かる通り、こんだけしか回らなくてもここ引くとこんだけ回るんですよ。お、分かります。こんだけしか動いてなくても縦に、はい、こうやって引くと、おー、いけますね、回転が、うんうんうん、ってなってくるんで、回転量はこれで補っていると思ってください。はい、まあ、あと気をつける点としてはそうですね、一番はやっぱりこう上げた時にちゃんと回すってことですよね。イメージは足がこうやってくるんと、こうなるようにイメージは動かすぐらいでちょうどいいです。こういうふうに、なるほど、はい、この時かかとの内側にどっちかっていうとちょっと重心が乗るというか、圧がかかってるようにしてると一番ベストですね。ははは、はい、でもこれが上がってもこうなってる、こうやって、うん、これだとお尻後ろに引っ張ってるだけなんで、あ、回転できてない、そうそうそう、回転できてない、あ、もしくはこれですね、アスウェー、これ、はい、これも意味ない、しっかり回ってこうぐるっと足の中が右を向くぐらいの感じで回していただく。これは極端な動きですけど、これぐらいやってもらってちょうどいいです、一般の人は。はい、なんでこれを試しながらやっていただくと間違いなく回転っていうのが分かるようになってくるんで、足のね、はい、これちょっと試してみてください。
さあ皆様いかがでしょうか、今回ですね、うまく打てる人、まあ、上級者ですね、上級者と、まあ、うまく打てない人の違い、まあ、共通点ということで、この腰の動き、バックスイングで腰がまあずれるというか右に出てしまう人が、まあ、うまく打てない人、腰がちゃんと引ける人はうまく打てる人という面でお話をさせていただきました。本当にね、ここめちゃくちゃ大事なんで、まあ、一番覚えておいてほしい箇所でもあります。うん、はい、ですので、まあ今回紹介した通りかなりね効きますんで、これ本当に、まあ、あの僕の生徒さんとかはマジこれで全員掴んでいると言っても過言ではないぐらい、もうこうやって引いてとかよく言うんですけど、やっぱり分かんないんでね、引くだけじゃちょっと思い切ってこうやってやってって言うと、ああこういう感じねって結構みんな掴むから、ぜひ皆さんもお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。